よし、やっていきましょう。忘れ物っていうフリーホラーゲームをやっていきたいと思います。で、ゲームのページによると、少女と夜の学校で追いかけっこ。もうそれだけなんですよね。どういう感じなんだろう。少女。まあ、とりあえずね、早速やっていきたいと思います。何忘れたんだ。リコーダー？では行きましょう。スタート。あ。あ、で、これはスタミナゲージね。で、R で懐中電灯。で、E ボタンで OK、タブ。マップにある回収できるアイテムを5つ手に入れることでクリア。あ、意外とシンプルだね。で、セーブ機能はないと。敵に追われているときは教室に逃げると助かりますだって。宿題を家に持って帰るの忘れてしまった。しかも3日連続。気づいたのは夜の11時過ぎだが、さすがに3日連続は先生に怒られるので、補導されるのを覚悟で夜中だが学校に取りに来た。学校に着いたとき、明らかに違和感を覚えた。自分はもう中学生で、下駄箱なんかも中学校サイズのはずだが、今目の前にあるのは小学校サイズの下駄箱だった。その時、この学校の階段を思い出した。ここは今でこそ中学校だけど、昔は小学校だったらしい。そしてその小学校では、夜中になるといじめられて自殺してしまった女の子の霊が出るという階段。そしてその霊は中学校になった今も出るという。対処法は、いじめられている時に隠されてしまった5つの所持品を探すこと。しかし、女の子はこちらを見つけると、自分をいじめた奴だと思い、追いかけて殺そうとするらしい。だが殺されても、なぜか学校の玄関に戻されて、もう一度一から探し直しらしい。そうして所持品を探し終わるまで、帰ってこれないという。学校の階段らしい階段だが、とりあえず今は対処法を試してみよう。なんとかここを脱出しなければ。あ、始まった？ああ、始まったね。うわあ、ここ小学校なんだ。ただ自分は中学生なんだ。やべ、遅刻する。で、所持品5つ。あ、ここ職員室だね。開きますね。ただちょっと暗いよ。懐中電灯持ってるとはいえ。小学校で、あ、パソコン、最近のパソコンだね。ただ開くかどうかわかんない。あ、いいって書いてある。もう一回。あった。少女の日記に、6月8日、友達は今日は休みだった。体調不良で休みらしい。明日は来てくれるといいな。今日は不思議なことが起こった。お気に入りの鉛筆がなくなっていた。低学年の教室で見つかったけど、何だったんだろう。ああ、これヒントかな。これちょっとメモろう。小学校だから3年生以下かな。で、タブキーで、あ、マニュアルあるね。あ、これ同じか。うん、OK。で、こういうとこあるかな。ちょっと、懐中電灯が明るすぎて見えないけど、あ、こっち行ける？いいね。どっかで聞いたことある交換。あ、これは。もう一回。少女日記4。6月10日、今日は友達が投稿してくれた。けど、話しかけても全然返事をしてくれない。どうしてだろう。あ、そっか。いじめられてんだっけ。今日は上靴がなくなった。物がなくなるのは3個目。図書院でもないのになぜか図書室で見つかった。あー、わかった。図書室さんね。はい。こうやってメモを見れば、だいたいどこにあるかっていうのがわかるかもしんない。あ、これもだね。あ、これそうじゃない？いいゲットだって。もう一回。取った。取ったよ。これノートだね。これどこ？保健室ね。オッケー。ただ女の子まだ来てないからそんな怖くないよ。誰かいる？すぐ取れたね。2階あるな。保健室にノートかな。あ、そう、走れね。スタミナで走れる。あ、すぐ回復できるから嬉しいな、これ。こう、なんか今落としたぞ。大丈夫？今落としたよね。あ、校長室開かない？校長室。
あ、ドアは一箇所しかないから開かない。え、トイレあるな。うわぁ、全然奥見えない。足元のライトだけついてるって感じ。うわ、いる。何今の。え、ちょっと見るか。ちょっと見てみる。最初だからね。うわー、キモいキモい。ちょっと赤いよ。何その顔。うわ、ただそんなに直で追っかけてこないぞ。いるよそこに。もしもし。あ、こうやって消せるけど消せない。え、この女の子何？そう、しゃがみとかないわ。ちょっと追っかけるよ。確かに小学生の女の子って感じ。1年生か2年生ぐらい。あっち、ちょっと死のうかなと思ったけど、いいわ。一旦こうしよう。最初はさ、そんなに早くないとかあるかもしれない。あー、3階もある。理科室あるな。ただ入れんのかな？入れるね。ノートとかメモとか。ないな。なんか、これは1階なのか、2階なのかわかんない音が。理科室ないな。多分。ちょっと暗すぎてね、わかんないんだよ。明るいところ明るいんだけど。もう一回開けて。よしと。ここなんだ。理科準備室の図書室。来てんのかわかんない。図書室に何か。あった、上靴。でかい。でかいけど。なんだ、なんか2つ取ったぞ。2つ取ったけど、ちょっと待ってね。少女の日記。6月17日、友達はいじめていた子と楽しくおしゃべりをしていた。友達は私のランドセルを放送室に隠しているのを見かけた。理由を聞くと、またいじめられたくないから、しょうがなくやっているらしい。これダメだよ、みんな、いじめは。そういう時はね、普通に先生とか親にチクった方がいいよ。もうやりたくない、いじめたくない。でも、やんないと自分もいじめられるから、みたいな。そうすると解決できるかもしれないから。7時？放送室。確かね、放送室にランドセルがあるんじゃないか。開くね。あったった。これ、あ、さっきこれ。少女の日記6。6月25日、今日は傘が隠された。傘。土砂降りなのにどうやって帰ればいいんだろう。こっち側の教室は全部探したけどなかったから、あとは普通の教室側だ。でももう探す気にもなれないな。かわいそう。多分これで全部かな。ただ少女の日記って書いてあるけど、まだ少女の日記はありそうじゃない？あ、なにこれ？なんか早くなったりする？あの女の子早くなったりする？あ、まだあるな。ただ多分1枚はさ関係ないやつだよね。お、教室だな。こっからがやばそう。何かある？パッと見何もないか。11時じゃなかったっけ。あ、傘あった。どこからともなく女の子のありがとうという声が聞こえた。気がつくと周りの様子も中学校に戻っているようだった。女の子の無念を晴らしたことで女の子は成仏したのだろう。そう解釈して家に帰った。朝学校に行くと結局宿題を持って帰るのを忘れてしまい、放課後30分ほど怒られたのと、宿題をいつもの倍出されてしまうのであった。終わっちゃった。もう一回やっていい？もう一回やります。鉛筆取ったっけ。鉛筆、上靴、ノート、ランドセル、傘。鉛筆取ったっけか。で見てみよう、女の子見てみよう。その前に保健室に、これ同じところにあるんだったら分かりやすいよ。
4。うん、あ、あるね。ノートで、確かここにもメモあったよね。これメモで、低学年か。3階なんだろ。ちょ、3階行ってみる。校長室はね、そもそも開かなかった。開かないっていうかね、中が暗くて見えない。いるぞ。あ、で、図書室さんね。一旦図書室で上靴。で、5、6あったよね。理科室はないんだっけ？で、上行ってみる。3階。え、3階じゃあるぞ。あ、美術室あるぞ。開くねえ。これで終わり？え、怖いんだけど。え、なんかそんなわけないような気がするんだよね。なんか一枚多く取っちゃったような気もする。でも美術室あるね。あ、ここ何もないわ。音楽室。うん、だってこういうとこ行ってない全然。お、お、いや、こういうのなんか終わっちゃったんだけど。びっくりした。普通にびっくりした。来る。これ調べらんないよね。あ、こっちの方がいっぱい置いてあるよ。いる？いるんじゃない？そこにも。いないな。で、トイレは入れない。で、ここはなくて、ないね。多分普通に怖いよ。さっきのは怖かった。あの音楽室怖かった。あ、あったあった。少女の日記3。6月9日、今日も友達は来なかった。体調は大丈夫かな。明日は来てくれるといいな。今日は宿題で使うノートがなくなっていた。最終的に保健室で見つかったけど、こんなとこで使ったっけ。いや、すぐもう回収したよ。隣だったもんね。これが、そうか、ヒントね。で、上あるよ。あー、さすがに行けないか？あ、行けないね。これで終わりと。で、2階。ここにあるんだよね。3の1、あー、低学年ってそういうことか。どっちかっていうとさ、今メモ全部探したい。そして最後に女の子に捕まってみようか。4年生。4年生だから、何もない。多分日記ないね。放送室。あ、ランドセルあるはず。あったね。で、で、6ね。うん。で、鉛筆がないね。鉛筆と、あと傘か。低学年と鉛筆と傘。理科準備室はなかったんだよね。よくこんなさ、
学校一人で行くねっていう。絶対無理。見つかる見つからないとかの問題じゃない。で、ここか。来るぞ。あ、いるいる。1階にいるんだな。怖っ。そこっち行ってみるか。あったあったあった。メモ。え、少女日記。かゆい、馬、あ、かゆ馬ですね。これ、おお。何？今のもう一回見たい。なんかそこのロッカー怪しいな。今、決定的瞬間見えてないから、後でもう一回見よう。あとの、あったあった。あった、1あったね。6月7日、友達がいじめられていた。いじめていた子にいじめの理由を聞くと、なんとなくいじめていると言われた。私はいじめなんてくだらないことはやめなよと言った。これできっといじめは終わるはず。それで、今度自分がターゲットにされたのか。いやな、子供は、まだな、未熟だから、親がちゃんとしっかり、ね、教育しないと。しつけないとね、そういう風になっちゃうんだよ。何の話？で、確か、ここら辺にあるんじゃなかったっけ？ある？あ、いや。もうない。ここ見たよね。4の1でしょ。じゃ全部の日記、6以上の日記がなければ、あと全部見たかな。あとは傘ね。で、最後、あと1個。あーで、これか。あれ？さっきのあれは何だったんだろう。で、取っていきますよ。じゃあ、ロッカー。かゆ、うま。音だけだった。じゃあ、女の子見てみようか。いる？どこにいる？あ、いたいた。うお、怖っ。ちょっと待って。ぐしゅーで終わっちゃった。もうちょっと見てみようか。あ、いて。いや、走ってる方が怖かったよ。いや、怖い。ちょっと赤黒くなってるのが怖いな。こっち見て。裸足だね。もしもし、2階に行ったりしない？ 2 階においで。うわー、怖い。あ、これダメだ。これ全部。まだそんなに触ってないのに。もしもし。髪はすごいね、でも。こちらで。待ってー、あ、早いな。気づくと早いんだな。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。もしね、この動画が良かったと思ったら、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録、そして、たくさんのコメントお待ちしております。来てる来てる。このゲームのダウンロードは、下の概要欄、説明欄に URL が載ってるんで、皆さんもダウンロードして遊んでみてください。それでまた、別のホラーゲームでお会いしましょう。では。怖い。